はいどうも、Pラボです。これでは失礼かなと思う。対戦まで2週間を切ったスティーブン・フルトン VS 井上尚弥の WBC、WBO、スーパーバンタム級2団体統一戦。この試合は海外メディアからも大きな注目を集めており、イギリスのボクシング専門誌ボクシングニュースは12日、井上と対戦した経験を持つ現 WBO バンタム級王者ジェイソン・モロニーの試合展開と勝敗予想を掲載しました。モロニーは2人の試合をこう分析します。スーパーバンタム級初戦の井上にフルトンはいくつかの疑問を投げかけるだろう。彼は滑らかで狡猾さがあり、いい動きをする。同時にグッドなカウンターパンチャーでスピードもある。井上にとってはテストの場となるだろう。とまずはフルトンを評価し、続けてモロニーは、井上はレベルが違う。スペシャル。とてつもなくスペシャル。井上に一発食らったら、それで相手は伸びてしまうんだ。井上が後半にストップ勝ちするだろう。8回か9回あたりだと思う。フルトンは井上にダメージを与えるパワーがない。少しずつ劣勢に追い込まれていく。彼はもしかしたら1ラウンドか2ラウンドくらいは取るかもしれない。しかし、どの瞬間も、どのラウンドも、パーフェクトに戦わなければならない。しかし、井上は違う。井上は1秒で試合を終わらせることができるからだ。パワーのアドバンテージを持っている男は強いんだ。と自身の経験を踏まえ、井上相手には1秒も油断できないと語っていました。そしてスポーツ専門サイト、マイトップスポーツブックスでは、フルトン勝利を予想し、その理由についてはこのように記しています。フルトンは速い、卓越したジャブを持っている。ジャブが的確に井上を捉えれば、それに続くコンビネーションが有効になってくる。フルトンは井上よりも接近戦が得意で、近い距離でパワフルなコンビネーションを打ち込めるのが取り柄。ハイガードを保ちながらジャブを放ち、ボディ攻撃を仕掛けることもできる。そして同時にカウンターパンチのタイミングも抜群で、井上を苦しめる展開が想像できる。とフルトンは井上より接近戦が得意だと記し、同サイトは続けてディフェンスに回る場面でフルトンは距離を置いてシングルパンチで対処する傾向が見られる。その時上体と頭の動きがスローで相手の正面に位置してしまっている。そこでカウンターを食らいやすい。また一旦主勢になると一つのラウンド全般にわたり貝のようにガードを固めて相手に打たせっぱなしになる傾向にある。それは井上相手に得策とは言えない。井上に攻勢を許すと幕切れは近いかもしれない。さらにフルトンは強いパンチを放つときバランスを崩すケースが散見され、対モンスターでその動きは非常に危険だと思う。とフルトンの欠点にも触れていました。一方、今年6月、国際ボクシング名誉の殿堂博物館入りを果たした元世界2階級制覇王者で、現在はスポーツ専門メディア ESPN の解説者を務めるティモシー・ブラッドリー氏は、スポーツメディアファイトハイプ .com のインタビューで2人の試合を別の視点から語っています。井上は対戦相手にハードワークを強いる。試合中フルトンは一時も隙を与えることができない。井上が繰り出すパンチはどれもがシャープでクイックで正確。加えて私の意見では、フルトンは接近戦の攻防がウィークポイントだと思う。フルトンは井上がかけるプレッシャーにダメージを負うと想像できる。上質なスキルを誇るフルトンがアウトボクシングを貫いて勝利をつかむチャンスは間違いなくあると思う。しかし井上のパワー、
インテリジェンスが試合を決定づけるはず。途中までは競った展開になっても、おそらく後半フルトンの動きを見切った井上がストップ勝ちに持ち込むだろうと、フルトンにも勝機はあると語りつつ、ブラッドリー氏は井上の勝利を予想していました。井上勝利予想にしてもフルトン勝利予想にしても、共通しているのは井上相手に1秒も油断できないということ。勝っても負けてもフルトンにとっては大変な1日になりそうです。11日、フルトンが来日し、空港に集まったボクシングファンにサインを書くなど、徐々にフルトンの好感度は上がってきていますが、14日、大橋ジムで行われたフルトンの公開練習に対し、井上の父、井上慎吾トレーナーが、これでは失礼かなと思う、とフルトンに対し苦言を呈しました。フルトンの公開練習が行われる直前、記者からの質疑応答に答えるフルトンがいました。日本での調整と現在のコンディションについて問われたフルトンは、練習をして休んで食べてまた練習をする、そしてまた休んでまた食べての繰り返しと答え、また日本では何を食べているのか問われたフルトンは、食べ物はサラダを中心にチキン、フルーツなどを食べていると回答。そして現在のウェイトについて話が移ると、いい感じに落ちてきている、現在の体重については言えないと人差し指を口に当てておどけていました。現在の日本格闘技界では体重超過をする選手が後を絶ちません。それゆえにフルトンのこの行動には不信感を抱いてしまうのも事実。さらに記者から、井上戦へ向けて特別なトレーニングはしているかと問われたフルトンは、特別なことは何もしていない、時間をかけてしっかり準備することをやっているだけと回答。またポイントアウトする戦略かと問われたフルトンは、ボクシングは頭を使って賢く戦わなければいけないと思っていると回答し、井上の印象については、グレートなファイターだ、タイミングがいい、パワーもあるが、その一つ一つの武器を使うタイミングがいいと井上の実力を高く評価し、フィジカル差は有利になるのか問われたフルトンは、ウェイトというよりその時に良かった方が勝つ、自分の体重は問題ないし、自信がなければここに来ていないと回答。また延期の影響については、怪我の話を聞いた時に試合が中止になると思ってウェイトを上げることを考えていたが、少し待ってほしいと井上サイドから言われて、では待とうと決めた。延期が決まってから2週間ほど休んで、そして改めて準備を始めた。コンディションについては全く問題ない、と語っていました。そして記者からの質疑応答を終え、公開練習を始めたフルトン。本来はオーソドックスのフルトンだが、公開練習ではサウスポースタイルでシャドーボクシングを行ったといいます。フルトンは大きめの T シャツを着用しており、現段階の体格は確認できなかったが、シンゴトレーナーは、腕は太かった、思っていたよりも大きく感じたとフルトンのサイズについて、生で確認できた収穫について語っていました。笑顔が多くリラックスしたフルトンの態度に、シンゴトレーナーは、変な感じは受けなかった、性格の悪い感じではなかったと思うと口にする場面もありました。しかし手の内を晒したくがないがゆえに、短い公開練習となったことについては、シンゴトレーナーはがっかりしながら、流す練習にしてもミット打ちとかは少しはやるかなと思っていた、公開練習でこれでは失礼かなと思うと口をつく場面もありました。フルトンの公開練習は、シャドーボクシングを1分弱、パンチングボールを30秒、サンドバッグは軽く3発打っただけ、と、お粗末な内容でした。フルトンはこのことに対し、
あまり見せたくないんだ、ナーバスだしな、とにやりと笑っていました。せっかく上がりつつあったフルトンの好感度だが、今回の公開練習により再びフルトンの好感度に影響が出ないか心配と言えます。実は以前記者からの質問に、自分がパウンド・フォー・パウンドに名前を連ねて当選だと語っていたフルトン。さらにフルトンは、彼を個人的に非難するつもりは全くないけど、未だにロマチェンコが入っているのが理解できない。彼は今ベルトを持っていない、スーパーウェルター級の比類なきチャンピオンのジャメール・チャーロや他にも比類なき王者がいるのに納得できない、と元三団体統一王者でパウンド・フォー・パウンドランキング1位に選ばれたこともあるワシル・ロマチェンコに対しても批判的な態度を見せていたフルトン。果たしてフルトンの真意はどこにあるのか。7月25日東京有明アリーナで井上フルトンのスーパーバンタム級頂上決戦を待ちましょう。はい、では今回は以上になりますが、このチャンネルでは今回のような解説動画を撮っていきますので、ぜひチャンネル登録をし次回作をお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。